はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではバイオハザード7続きをやっていきましょう。新しいハンドガンですね。壊れたハンドガンから作り出して、競争弾ねえじゃんとか言ってたんですけど、多分これあれっすね、こっちの銃にもう競争弾が装填されちゃってるんですよ。で、競争弾の予備とか俺持ってないじゃないですか。こうか。これでまあ変えられるっちゃ変えられるんですけど、多分この競争弾自体はもうこっちのハンドガン専用になっちゃってるんで、そうすると一応ハンドガン2つ用意しておこう。で、いつものハンドガンを左、ナイフ使うときはちょっとめんどくさいですけど、ここから入れ替えてナイフを使っていきましょう。で、通常は、こっちのハンドガンにしておいて、で、アイテム欄はまあそれなりに空いてるし、拳銃の弾はこれプラス競争弾だったよねっていう感じだから、まあこれでいきますか。じゃあ先へ進んでいきましょう。こっちだよな。周囲を見る限りなんか敵みたいなのはいないね。こっちから見てく。これ何なのそもそも。ん、これなんか下とか降りられんのかな。なんでここでオートセーブが入んの、ちょっとよくわかんねえんだけど。え、オートセーブがめっちゃ回ってたけど、ここは特に何もないかな。あ、これ箱、これ箱だね。箱もさ、そういえばさ爆発するからね。大丈夫か。まあ薬液か。ダメージを食らうよりはまあよしと考えて、なんかさ、いきなりさ、なんか装置的なものがさ、グワーンとか来そうじゃん。そういうのに気をつけていこう。またなんか暗いんですけど、こっち。あ、あそこもあるね。これもいいや、ハンドガン使っちゃおう。ん？何も入ってない。あ、入ってるか。あ、薬液強ね。あ、こっちは行き止まりなのか、そもそも。え、そうするとやっぱこっち側に降りるってことか。ん、ここはしごとかある。ん、階段があって、え、これ降りて大丈夫、これ何、特に何でもないか。ちょ、降りられる、降りられるー。え、どこに降りたの俺。あ、え、なんで大丈夫か。しかもさ、これこっち側降りたらさ戻れなくね。戻れんの、階段登れば。まずこれ装置があるから、ちょっとこの装置から確認していくか。なんか足りなさそう。使用するアイテムを選択してください。まあなんかはめるんだな、バッテリーが抜けていると。バッテリーを探しますか。こういうさ、罠の中からさ、なんかいきなり出てきそうだな。あれ、ここも箱があるね。ちょっと箱があるとこ暗いな。あ、ショットガンの弾、よしよしよし。若干ハンドガンの弾を無駄にしちゃってるけどな。まあもし死んで結構戻されるようだったらナイフで壊していきましょう。こういうのとかもね。あ、バーナーの燃料とか、バーナーとかまだ使うの。なんか3発になっちゃってるけどさ、ハンドガン。ん？ん？大丈夫か。あ、これなんか、バッテリーとか大丈夫なの取って。ちょっと待ってね、探索をしてからしよう。これでなんかルーカスの声が聞こえてきそうだね。よー、なんとかーみたいな。バッテリーを取ったのか。それを取っちまったら変なやつが襲ってくるぜ。あって意味ねえしこの距離ダメなんだ。まあ大丈夫か。多分距離が遠かったから直撃はしてないんだな。もう本当に分からんよ、見分け方が分からん。ハンドガンの弾をゲットした。ハンドガンの弾を使ってハンドガンの弾をゲットしてるからな。はめるか。え、バッテリーはめるとどうなんだそもそも。これスピーカーがいっぱいあるね。このスピーカーとかさ、なんかいつか重さに耐えきれず落ちてきそうな気がするんだけど。あれ？スピーカーじゃなくて、マジでバッテリーはめるとどうなんの？
なんだかんだでアイテムがいっぱいになってんの。ふざけんなよ。演奏ってなんか聞く？男らしく正々堂々と戦ってくれよ。ちょっと待って待って、怖え。なに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 、え、なに、ちょ、これグレランにしよう。え、なに、超怖え。あ、いる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 、ほら、うわ、ほら、いて、あ、そっか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 、弾を装填して来るか来るか来るか、おら、もう一発使っちゃうか、おら、燃えろ燃えろ燃えろ、これでショットガンに切り替えよう。なんだ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 、おう、なんかさ、戦闘ミュージックがかかってるからさ、いつもより怖くなかったよね。なんかこう、本当に戦いっていう感じがしたからさ。しかもデブがダウンっていいね。あー、ただな、グレラン使っちゃったかんな、あと2発か。まあさすがにハンドガンじゃ太刀打ちできなかったっしょ。ダメージ的には？ああ、全然大丈夫だね。で、こっちのことか、いけんのかな、いけるわけではない。あいつが出てきたとこだな。なんかあるね、これ押せと。こんなさ、狭いところで何かあったらやだよマジで。え、ああ、エレベーター的なあれか、どっち側が開くんだこれ。駅とかだとさ、反対側の扉が開きますみたいなあるからね。これこっちっぽいよね。え、どっち、こっち、あ、こっちだし。え、てかこれどこ、実験場2階。アイテムはなさそうだね。さてさて、この先か、特にないかな。ほら、開けて。うんうんうん、なんかいる。うん、え、何この部屋。あ、てかあいつ何、死んでる、モールデッドみたいな感じになってるけど、一応閉めとこう。え、なんか置いてあるね、サプリメントか。サプリメントなんかあんまり必要ないんだよね。なんか使うタイミングがいまいちよくわかんないし、こっちはいけないね多分。で、これは薬液っぽいな。意外にアイテムが詰まってきたんじゃないか。大丈夫か、大丈夫だね。いろんな本が置いてあるね。こいつなんだよ、なんか置いてあるよ。取ったらさ、うわーって絶対襲ってくるよこれ。なんか書いてあるよ、 You are next 1408、次はお前だ。ああ、次はお前だって。 You are next って言うんだ、あなたは次だ。うん、まあそんな感じだよね。1408、これあの番号か。なるほどね。大丈夫か、これ。なんかちょっと怖えな。え、これ、これここだけ。え、あいつ動かしてきそう、動き出してきそうで怖えな。ちょっと待って、閉めとこう。で、あれ、それでどうすんの、これで戻るの、これ押しちゃっていいの。え、どういうこと、
こっち？いけない。え、このボタンは何？なんか特に。え、押しても特にって感じだな。あれ？どっから戻んのこれ。ここじゃないの？あとなんかありそうなのは、こっちだってこれしかないもんね。またこの部屋行くのちょっとやだな。これここ、あ、なんかこっち行けるわ。あ、こっちか、こっちがあったわ。え、それでどこに出んの？これ何？押せよ。ステアーズ。あー、階段。ちょっと大丈夫か。ちょっとこれ閉めよう。あ、閉めるとかないんだ、ここ。そういえば下に降りよう。なるほど。それでここに出てくるってわけか。そういうことね。で、1408だったよね。ここはもう罠的なものは大丈夫か？じゃあ、アイテムボックス。薬液、サプリメント、薬液鏡、バーナー、ハーブは持っておこうか。薬液鏡を手に入れたから、何個ある？ 1、2、3、4つか。1個。あれを作ろう。固形燃料から合成で、よし、上位弾これでいいか。で、上位弾は4発。あ、もう1個薬液があったね。そういえば薬液があって、薬液結構いっぱい増えてきたんじゃん。12345個か。1個ハンドガンの弾作っちゃう？そうすると。ガンパウダーが3つか。1個作っちゃおう。最近ちょっとね、探索にハンドガンの弾を使ってるんで。よし。で、装填しておいて、進んでいこう。1408だよね。これ大丈夫だよね。1。7に見えんだけど。4。0。8と。で、エンターか。オープン。やべえ、オープンしちまったよ。ちょっと待って。行くか。よう、今度はお前のおつもを試してやるぞ。だから、ズルック禁止。持ってるもんは全部どっかに置いてこい。どっかに置いてこいってさ、ここしかなくね。ずるっこ禁止ってなんて別にずるしてねえよ。あるものは利用する。ただそれだけだ。それがゲームだろ。だってそういうゲームじゃないの？マジかよ。これ全部置けってこと？うそ。じゃ全部置こう。ナイフも置くの？ナイフくらいいいじゃん。ナイフ一本認めてよ。あ、いた。これちなみにさ、持ってくとどうなの？絶対開かないよ俺。まあ、一番上にショットガンがあるから、ショットガンを持ってこう。あれ？しまった。ひどい。どういうシステムよこれ。どういう仕掛けなの？マジかよこれ。しかもこれさ、閣下のところだからさ、この前ビデオって、うわ、くら、ろうそくだな。まずろうそくだよ。ん？なに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 ？楽しんでくれよ。ああ、お前どこに隠れてたの？どっから来たの君？うわ、めっちゃ暗っ。ビデオテープの時より暗くねえか。まあ、まずろうそく取るよな。で同じ行動を取ったらさ、だって死ぬじゃん、どう考えても。てかまず何したっけ。てかさ、あの時より暗すぎでしょ。ここさ、コンロがあったよね、コンロ。あれ、コンロつけらんないの？で、ろうそくか、そうかそうかそうか、ろうそくを消すと、なんか音をする？明かりがつくんだよね。あ、そう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 。
何も言ってこないんだけど、ひどくない？なんで？よーし、いいか。ここらでちょっとしたゲームといこうか。名前決まったのかな？に火をつけて、それをケーキに刺すだけだ。イカレ野郎め。おいおい、イーさん、言葉に気をつけろ。はい。子供が聞いてるかもしれねえだろ、どっかで。いや、まあ、よくわかんねえけど。あれ？ゲームの名前は特に決まってないんだ。てか、なんで俺にはさ、あんまりヒントを与えてくんないの？なんとかでなんとかしろみたいなことさ。ちょっと待ってね。あ、そうそうそう。でね、これってちなみにさ、一緒なのかな？やってみようか。なんだっけ？一番右がこの子供みたいなやつだったよね。そう、剣持ってる人。で、これか。これの、子供。いや、あ、いたし。一緒か。で、わら人形か。あ、一緒だね。でね、俺思ったんですよ。このつまみあるじゃないですか。このつまみから出てたのが、あれですよ、なんか石油的なやつ。で、火がついて燃えちゃったっていう感じなんですよね。これ何？こんなのあったっけ？あれ？こんなのあったっけ？え？何？あれ？こんな穴なかったよね？で、これバルブでしょ？で、ああ、電気がついてからこれがつけられるんだね。あれ？つかなくね？え、マジで？え、なんだよ。おう、びっくりした。ろうそくつけるでしょ？で、わら人形もやるでしょ？言う。ああ、そういうことね。お前は最後燃えるんだよみたいな。人形の指。でもさ、人形の指って言ってもさ、ここら辺あんのかね。出てきた。いらなくね、これ。ちょっと待ってね。これだってさ、これでルーザーっていうのが分かったんでしょ？ってことはあれだよ、別にさ、知ってるところはもうすっ飛ばしていいはずだよ。あれ？これでろうそく燃やします。で、ここに置いてあるのかな。置いてあるね。このさ、体力減るだけじゃん。いや、いらないいらないいらない。だってもうこれ知ってるもん。ルーザーだよ、ルーザー。これあいつ見てんのかね、ルーカス。なんであいつ知ってんだみたいな。仕掛けをどんどん解いていくぞって。なんでビデオテープとかじゃあ残しておいたんだよっていう感じもあるけど、ルーザー。いや、開く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 。いいね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 。で、ああ、バルブハンドも一緒。ルーカスさん、もう一回同じとこに置き直したんだね、全部。風船とかもさ、あの時めっちゃ割ってたじゃん。なんであんな割り上がってよ。一個膨らますのにめっちゃ大変なんだよ、みたいな。でだよ。そう、これは一回シャーってなるから、バルブハンドルでやって、で、俺思うんだけど、火つけた後、こっちに戻ってきたときに、なんかまたさ、バルブハンドルをさ、元に戻せばさ、水がさ、出てきてさ、大丈夫みたいな。そんな感じでいけるんじゃないかな。っていうかさ、もうこれいけるっしょ。指とかいらないいらないいらない。うわぁ、マジかよ。超やだ。え？立てるか。あ、しまった。バルブハンドルやんの忘れた。まあいいか。なに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 。あ、そうなるよな。このクソ野郎がちゃんとくたばってけ。なんか出てきたよ。チキン爆弾ジューク。あ、これあれだ、この中入れりゃいいんだ。おお、これすごくね。めっちゃ冴えてるよ俺。で、これ大丈夫か、爆発しないか。これにちょっとめっちゃ逃げとこう。やっぱバルブハンドル元に戻そうよ。
あ、戻せねえわ。てめえをぶっ飛ばす爆弾なんだよ、この野郎。え、これさ、やつが来るんじゃん。俺今丸腰だからね、はっきり言って。え、これこっち行けばいいのかな。え、地図的にはどうなってる。行っていいの。熱くねえか。いや、熱いだろ。いや、熱い。あ、こっち行ける。おお、椅子が動いてる。おお、ミオ。あ、ミア、ミアは生きてるよ。お前は誰だ。どこにいる。私たちはその部屋を出た桟橋の先を。急いで。さてさて、イーサン、お前は何がしたいんだ。お前をぶっ殺す。だがしばしお預けだ。今はまだな。そうかよ。いいか、さっきの爆弾でネタ切れって言うんならもうおとなしく。いや、それは教えられねえな。お楽しみがなくなっちまうだろう。クソ野郎。すげえ、なんか罠っぽいんだけど。あ、なんかあった。あ、これあれじゃん、 D 型被検体の頭部。これさ、頭部にしてはさ、なんか細長くね。これほんと頭部なの。一応もらっとこう。どういうことこれ。見つけたぞ。よし。あ、テレビが壊れてる。これさ、火事になんないのこれ。大丈夫。あ、なんかあるね。見取り図があって、あ、ここあれ、もしや安息の地。なんかあんまり安息じゃないけど、実験場パーティールーム。あー、なるほど。あれ、あ、これって近くなんだ、本館の。なるほどなるほどね。次、結成を作る。ボートハウスでゾイとミアに会うと。他はあるかな。まあアイテムはちょっと後で取り出すとして、ここら辺で見てたんだな、俺のこと。ほんほんほん。で、こいつらはターゲットかな、みんな。この後ろとか、何にもないね。じゃあ、アイテムを取り出しましょう。人形の指とかどう考えてもいらんし。え、どうするこれ、持ってく。被検体のやつは一応持ってくか。で、ナイフは取り出すでしょ。で、ハンドガンも一応取り出す。で、取り出すものはとりあえず取り出しておこう。で、こっちの方が使ってるショットガンでしょ。で、グレラントってハンドガンの弾、ショットガンの弾、で、上位弾、回復薬、さらに、あ、キーピックとかな、まだ余ってんのか。で、アンティークコインが6枚か。牽制のコイン、なんだかよくわかんないけど、一応持っておこう。もう本当にわからん。で、D 型被検体の腕を持って、あとはいらないか。こんなもんかな。で、あとはアイテムの位置を整理して、ナイフはちょっとこっちに置い、ちょっとわかんねえな。で、ハンドガン。普通のハンドガンは上。で、新しいハンドガン左。グレラン下。で、ショットガン右。で、ナイフはちょっとここに置いとこう。で、OK かな。よし。はい、というところで、じゃあ、ここで、一旦安息の地にたどり着きましたので、今回はこれで終了して、次回はまた先へ進んでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。